ランドール姉妹？知ってるよ、あの二人こそ本当のエリートだもん。カサネなんて12歳の時に海抜軍にスカウトされたのよ。あの子、そんなに早くスカウトされたのか。え、ユイト、カサネのこと知ってるの？あ、うん、昨日一緒にカイと戦ったんだ。え、レイのカイ襲撃で？嘘、カサネってばそんなこと一言も言ってなかったのに。もしかして花火、ランドール姉妹と仲がいいの？まさか。ナオミとはよく話すけど、カサネは…っていうか、カサネと仲がいい子なんてナオミぐらいじゃない？おお、マジ？ナオミちゃんのこと紹介してくれないかな？ああ、そういうことか。ナオミはモテるからな。おい、そこの3人、ベジャクシャ喋ってないでさっさと菊池場に向かえ。はい、じゃあな、ユイト、また後で。まさか最初の任務でユイトと組めるなんて、ちょっと嬉しいな。よろしくね、ユイト。おい、ユイト、ちょい待ち。はい、何でしょうか。ワタルさん。ワタルでいいよ。お前にバイアスのことで伝達だ。なんか手違いで連絡行ってなかったみたいでな。バイアスですか？海抜群で開発中の超能力の働きをより高めるための大脳補助システムのことだよ。毎年被験者が選ばれて、システム活用時の実践データが収集される。で、ユイトもその被験者ってわけ。隠さず伝えるけど、まだ開発途上だから効果の出方が不安定だし、副作用も明確にはなってない段階だ。その実験台になるってことですか？悪い、怖がらせちまったな。過去のテスト実績から体質的に合わないやつは最初から除外されてるって。だからそんな心配するなよ。どっちにしろ上の命令だから拒否権はないしな。まあとにかく起動してみろよ。他のシステムと一緒にインストールは終わってるはずだからさ。これで大丈夫でしょうか？見た目以外特に変わった感じしませんけど。システムが脳に作用して、お前自身の能力の流れをビジョンで可視化してるらしいぜ。超能力って結局はイメージの力だからな。常に流れを意識することで研ぎ澄まされるんだってさ。それからサスの接続もスムーズになったりな。まあめちゃくちゃ痛いのは変わらないけど。まだなんとなくですけど理解できました。いろいろ教えていただいてありがとうございます。さっき心配するなとは言ったけどさ、バイアスが原因で脳が暴走状態になっただとか、精神が不安定になっただとか、不穏な噂もあるんだよ。だからもし何かおかしいと感じたら絶対に無理するんじゃないぞ。はい、ありがとうございます。気をつけます。よし、以上伝達終わり。ああ、そうだ、今後は敬語もなしな。気楽に行こうぜ。じゃ、任務に遅れんなよ。実験ってちょっと不安だけど、まあ心配してもしょうがないか。よし、準備ができたら菊池場へ向かおう。
全員揃ったな。鳴神隊長、質問よろしいでしょうか。ユイト、そんなかしこまらなくてもいい。海抜軍は絆を重視するため名前で呼び合う慣例がある。みんな見た目と年齢が釣り合ってないしな。階級だってまあ給料の計算のためについてるようなもんだ。海抜軍が重視するのは強さだけだって覚えておきゃいいのさ。ざっくり言えばそういうことだ。で、質問ってのは？あ、はい。あの、まだ渡るさ、渡るが到着してないようですけど。渡るは我が隊のオペレーターだ。本部から指示をくれる。俺の超能力なら半径500キロ程度を目安にシステムの補助なしでテレパシーを送れるってわけ。とはいえ負担が大きいんでグループに入ってもらうぞ。パーソナルポートを開放してくれ。各班の代表はナギ、ユイト、ツグミとする。それぞれ渡るの誘導を受けて所定のゴールまで向かえ。途中の会議は全て討伐を試みろ。叶わないと判断した場合逃走を許可するが、ゴールにはたどり着けよ。以上だ。了解。じゃあまた後でな。頑張って。別行動だが何かあったらブレイントークで情報共有してくれよ。
あれを食らうとベッドベトになるぞ。ゆいと、サスで繋がるって言いたいし、変な感覚だけど一緒に戦ってるんだって実感できるよね。そら、やっとった。よし、やっ、やっ、もう油まみれで動きにくすぎだよ。来い。敵がなんか落としたな。あそこで何か手に入るんじゃないか。来ました。この間種まいた鉢から新芽が出てたぜ。かけろ、ナイスリカバリーでしょ。一家に一台頼れるかげろうくんを今後ともよろしく。
近くに物資反応があるみたいだな。少しは成長できたかな。当たれ。それにしてもすごい場所だな。町が上にあったり下にあったり、子供の頃に行った遊園地の VR みたい。そこはもともと渡月への中継拠点だった衛星都市だ。もっとも5年ぐらい前に怪異の襲撃で都市機能が麻痺しちまってな。この有様だよ。渡月って渡月橋の拠点の町のことですよね。ちょっとカルトっぽい。おっと、カルトなんて言っていいのかな。カゲロウはもともと渡月橋の伝道者で神職だったんだぜ。え、あの人が神職？おーい、聞こえてるぞ。生徒招待のグループトーク使ってるの忘れんなよ。ごめんなさい。まあしゃあないわな、気にするなよ。親が信者だったから自然と神職になっただけで、教えには全く興味ねえし。今じゃ菊千葉がそんな風になっちまって、教団から巣王に来る人間もあんまり見かけなくなったけどな。何ですかあのドローン。くそ、ジャミングしといたのにもうバレた。隊長、カラスです。もう嗅ぎつけてきたか。気をつけろよみんな。カラス？マスコミ？みんな、カラスが大々的に取り上げてくれるぞ。テンション上げていこうぜ。空にある街のビジョン、投影装置の。故障かな。綺麗だけど
なんだか怖いね。ああ、なんていうか、圧倒されるな。
で行こう。さあ次。異常はないか？はい、ナギ班、異常ありません。そうか、それはよかった。だが、お前は俺と同じ班だから報告の必要はないぞ。何やってんだ、ナギ。よっ、こいつで。禁止区域だ。すぐに戻ってこい。はい、すみません、好奇心旺盛だもんで、つい。ついで許されることじゃないぞ。本部に帰ったら始末書だな。はい。
一番乗りはユイト班だな。やったね、ユイト。ああ、でもなんか変な音がしないか。ユイト、ナイスだ。近くに怪異の反応がある。いや、待て、こいつは重大怪異だ。隊長、すぐに目的地点に重大怪異出現。重大怪異って、過去に海抜軍を殺してる怪異よね。大将、他の班がたどり着くにはもう数分かかる。神兵が厳しい相手だが、持ちこたえろ。来るぞ、ユイト、花火。やるしかないな。行くぞ、花火。オッケー、やろう、ユイト。こいつ確かに手強そうだぞ、花火。そうだね、工夫して戦わないと。上見て、何かの資材がぶら下がってる。ユイトの霊力でドーンってあいつに落としちゃおうよ。よし、任せろ。危なかったな。こいつで。
ば知らないできるよ。リード、敵は燃えてる。巻き込まれたくなけりゃ離れてろ。倒すことができてほっとしました。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか。自分ではうまくお答えできないので隊長にお願いします。セプテントリオン君7頭の瀬戸鳴上隊員ですね。いかがでしたか、スメラギ超党兵の戦いぶりは。ユイとも花火も見事な戦いぶりでしたよ。スメラギ上等兵が大義のもとに配属されたのは
やはり上層部もスメラギ上等兵を高く評価しているからですか。さあ、そのあたりは上の方に聞いてみてください。みんな、祈祷するぞ。周防に戻るまでが任務だからな。気を抜くなよ。了解。カラスどもはいないか。やれやれ、どうやら今年の狙いはユイトみたいだな。今年の狙いって何ですか。スター候補だよ。毎年新入隊員の中の目立つやつがカラスにつけ回されるんだ。これから大変だぞ。しばらく続くんですか。困ったな。注目度高いならいいじゃん。もしかしたら取材とかバンバン来るかもよ。嵐さんみたいに広報誌の表紙になったりあるかもな。あいつらしつこいから。ユイト、いろいろと面倒なことになるかもしれないが、真面目に応対しないで適当にいなすんだぞ。はい、できるだけうまく立ち回ります。来る。おっと、つぐみちゃんがカラスを見つけたみたいよ。よし、それじゃあ手短に。これで今回の任務は終わりだ。今後は上から直接命令が送信されてくる。出撃命令に拒否権はない。所定の時刻に所定の場所へ向かい命令を遂行しろ。討伐任務と実地訓練は自由参加だ。とはいえあまりサボるなよ。カラス、もうすぐそこまで来てますね。ジャミングかけてますが時間の問題です。他にわからないことは渡るに聞いてくれ。よし、周防に戻るぞ。隊長、俺ここで直帰でいい？寄り道したいとこがあるんだけど。今すぐじゃなけりゃダメなのか。やぼなこと聞かないで。やれやれ、構わん。好きにしていいぞ。隊長大好き。さっきのコメントはマスコミ相手のお世辞じゃないぞ。本当によく頑張ったな、ユイト、花火。あら、セト。スメラギのお坊ちゃまか。なんだ感じ悪って、あ、ナオミちゃん。あ、ナギさんに、ユイトさん。あ、ナオミに重ねも、お疲れ。今日か、そっちも新兵の訓練か。
そうなの。今年も可愛い子たちが入隊してくれたから頑張らないと。うちのもみんな生きがいいぜ。いや、重ねだったな。訓練はどうだった？それなりにやれたと思います。そいつはよかった。重ねちゃん、もしかして。どうしたの、ナオミ。あ、ユイトさん。いえ、あの、怪我はありませんでしたか？え？ああ、うん、おかげさまで。さっき、ヒムカテレビでユイトさんの中継を見ました。初陣とは思えない活躍で、かっこよかったです。え？ありがとう。強化招待のみんな、班長以外は解散でいいわよ。班長は私と一緒に本部へ来てちょうだい。うちも同じだ。班長のみ本部へ行くぞ。あの、重ね。何？俺たちどこかで会ったことはあるかな。一緒に怪異と戦ったわよね。忘れたの？あ、いや、そうじゃなくて、じゃあお姉さんがいるとか。ナオミがいるでしょ。あなた頭でも打ったの？変わってるわね、あなた。でも超能力はまあまあだったと思うわ。頑張って。あ、うん、ありがとう。ねえ、ユイトってランドール姉妹と仲良しなんだね。今ので仲良く見えたなら花火も相当変わり者だと思うけどな。そうかな。おい、ユイト、先に本部に行ってるぞ。お前はカラスに狙われてるから、外でのおしゃべりはほどほどにな。ユイト、俺もお前と一緒に本部に行くわ。いいよな、ユイト。ナオミちゃんに褒められて。活躍した場面を見てくれたんだろう。重ねには散々な言われようだったぞ。たまたまでも羨ましいもんは羨ましいんだよ。俺ももう少し早く駆けつけてたら。
に物資反応があるみたいだな。自由すぎない？寄り道したいからって自分だけ直帰だなんて。カゲロウはいつもあんな感じ。花火は真面目だよな。ユイトの方が真面目でしょ。